どうもみなさんこんにちはチャックバスです。えー、本日はね、速報ということで、えー、私の動画のチャンネルでもね、えー、解説出させていただいております、えー、JAL、新型コロナウイルスについてのね、えー、特別対応ということで、えー、フライオンポイント、えー、2倍措置っていうものが、これいつだったかな、3月の終わりぐらいだったと思うんですけども、まあ、発表になりまして、まあ、あの、登場に対してね、 えー、フライオンポイント2倍っていうね、措置が取られてですね、今年 j c c 収要ね、まあ検討されている方、もしくはこのね、対応が発表されて、決定された方もね、まあいらっしゃると思うんですけども、えー、本日5月8日にですね、ちょっと読み上げさせていただきますけども、えー、新型コロナウイルス拡大に伴い、えー、実施されておりますフライオンポイント2倍の対応につきまして、政府からの緊急事態宣言延長を受けて、不要不急の 搭乗控えている観点から5月10日までに予約された便を持ちましてこの特別対応を中止させていただきますっていう発表がねされましたまあ本来ね発表されてた内容っていうのは2020年2月から2020年7月31日までに登場されたフライオンポイントがね、まあ、2倍になるっていう特別措置を発表してまあおそらくですけどもまあ多分ここまでね この新型コロナウイルスの影響がね、出ない、まあ、まあ、ここまでね、延長されないっていう風にね、まあ、思ってたと思うんですよね。で、私自身もそう思っておりましたし、この2倍措置が出てね、ルート解説みたいな感じでね、えー、解説動画も出させていただきましたし、なんですけども、このフライオンポイント2倍っていう措置が出たことによって、 まあ、テレビ等々でもね、えー、報道されていたわけなんですよ。まあ、見た方も見てない方もいらっしゃったと思うんですけども、インタビューとかでね、このフライオンポイント2倍だから、えー、飛行機乗ってますみたいなね、人も、まあ、インタビューを受けられてて、まあ、これどうなるのかなっていうふうにね、まあ、個人的には思っておりまして、まあ、もしかしたらね、あのー、こういう、 まあこういう状況で、まあ、不要不急の外出で、ねえー、乗られてしまう方がいらっしゃるということで、まあ、中止になるんじゃないかなってちょっと思ってたんですけどもいや対応が、ね、早かったですね。うん、でまあ、5月10日の予約をもちまして特別対応中止というふうになりました。で えー、この不要不急のね、えー、外出を,、えー、登場を控えるために今回ね、中止が発表されたわけなんですけれども、こう注目していただきたい点はですね、5月10日までに予約された便なんですよね。予約された便。ということは、今日は5月の8日ということで、これ、シャットアウトされるのがですね、5月の10日なんですよね。うん。ということなんで、これね、今日とか明日とかね、 予約された方はですね、これ対象になるわけなんですよね。うん。まあ私、最初見た時は、もうあの、5月の10日から登場された方が、もう、シャットダウン、シャットアウトっていう感じで、もう、5月の10日分からね、利用予定の方は、あの、特別対応しませんっていうふうな発表だとね、まあ個人的に思ってたらですね、これ予約された便なんですよね。 うんっていうことなんで、まお、あ、そらくですけども、まあ、この2日間でね、ちょっと残念ながら多分予約が増えていくんではないのかなと思っておりまして、まあ、シャットダウン、まあ、なんていうんですかね、搭乗分にね、えー、すればよかったのかななんてもふうにも思うんですけども、まあこれもね、もとも特別対応でね、フライオンポイントが2倍っていうのが、まあ、発表されたっていうのがあった。 経意を受けて、多分2日間ぐらいのね、猶予を設けたと、まあ思うんですけどもね、個人的な予想だとね、多分相当予約入ると思うんですよね。ですんで、このフライオンポイント2倍っていうね、特別対応はとてもね、素晴らしいっていう風に思ってはいたんですけども、まあちょっとね、うん、今この不要不急の外出の中で、まあこのフライオンポイントをね、求めるだけにね、飛行機に乗るっていうのはね、まあ、 社会通念上的にはね、ちょっと良くないんじゃないかなっていう感じがね。まあ個人的にはですね。うん 自粛しといた方がいいんじゃないかなと思いますんで予約っていうところがね、まあ、個人的にはびっくりした対応だったなっていう感じなんですけどもですのでまあ私的にはですね今のうちに予約しとこうっていう話ではなくてですねまあちょっと今回のねあの自粛が収まるまでは外出はね外出まあ不要不急の登場をね控えていただきたい、えー、いただいた方がねいいんじゃないかなって個人的には思います まあちょっとね、今日、あのー、急なね、発表で、えー、これ、発表されたわけなんですけども、まあ今のところね、JAL だけしかこの対応ね、発表されてないんですよね。まあ本当に、近々で、多分 ANA の方もね、今、えー、プレーンポイント2倍ね、えー、特別措置取っておりますんで、まあ追従してくると、まあ予想はしてるんですけども、航空業界のね、うん、まあ減収っていうのも、 まあ本日 Yahoo! ニュースとかね報道されましたよね。あの新規採用見合わせみたいなのもね ANA で発表されておりますんで、まあ、ちょっとね追従すると思うんですけども、まあ、今のところはねまだわからないっていう感じでまあ個人的にはですね、まあ、ANA の方もね、えー、中止された方がいいんじゃないのかなっていうふうに思いますね。っていうことなんで、えー、今回ね速報としてね動画撮らせていただきましたけども。 まあ私、個人的にはですね、まあ、やはりね、今、新型コロナウイルスでね、えー、政府からね、緊急事態宣言が発表されておりますんで、これがね、済んでから、うん、普通に飛行機が乗れるようになってからね、えー、ぜひね、この JGC 修行とかね、SFC 修行等々をね、えー、していただけたらなと思うわけなんですよね。 ということなんでえ今日はね、ちょっと速報としてね、えー、動画撮らせており、まえー、いただきました。ちょっとね、動画短くなってしまいましたけども、新型コロナウイルスね、うん、早く収束していただいて、まあ、飛行機はね、普通にいつでも乗れるような、ね、状況に、ね、なっていただきたいなと思います、えー。今回の動画はね、こんな感じで終わりたいと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。